まず冒頭私たちがちょっとびっくりしたのは、昨日の自民党の役員会で安倍総理が、リーマンショック前の状況に似てるなんてことは自分は言ってないということを言い出されたそうですね。いや本当にこれあれだけ、まあ、今日も議論しますが、リーマンショック前に似てるというかですね、資料を配布して説明をしときながら、まあ、そのことに関して批判をなどとそれを隠そうとするというのは非常に問題だと思いますので、そのことについて協議したいと思います。それとあの消費増税2年半先送りがこれでほぼ政府与党内では決まりということのようですが、非常にやはりこれ問題だと思いますのは、前回の衆議院選挙の時に再延期はしないと、必ず増税するということを安倍総理は発言しておられますし、平時の発言じゃなくて、そのために衆議院選挙を解散して、選挙の大義として、選挙の最大の公約として、あの時は確かですね、何のために解散するんだって言って、みんな怒って選挙やったと思うんですよね、寒い中をって言って、国民の方々も怒ってられました。その唯一最大の争点と大義が消費税増税を延期します、しかし再延期はしません、必ず次は増税をします、それまでにアベノミクスで経済を良くしますと。ところが今回の2年半延期ということで、その安倍総理は約束を破った、アベノミクスが失敗したということを認めたに等しいわけです。明日記者会見を安倍総理はされるそうですけれど、再び必ず2年半後には2年半延期した先には必ず増税する、再延期はしないということをおっしゃれるのか、もしこれおっしゃったとしても国民も世界もこれ信用しないと思うんですね。そしたらもう狼少年ならぬ狼総理になってしまう。まあ、そのことをもう終わりますけれど、つまり国内外に安倍総理の言うことは信用できない、でたらめじゃないか、熱量じゃないか、嘘っぱちじゃないかということが、日本国内だけならまだしも、今回のこの今から議論するサミットの中のリーマンショックの前の状況に似てるというこの説明によってですね、世界中が日本の総理というのはいい加減だな、国内政治のためにサミットを利用するのか、そういう、まあ、大失態を演じてしまったという気がします。まあ、今日またそのことを議論したいと思います。よろしくお願いします。